こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランド、ミラジェムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はみんな大好き、キャンメイクの5月の新作をレビューしていきたいと思います。はい、新作を紹介するって言ったんですけど、まず定番化アイテムが一つありますので、そちらから紹介していきます。こちら、キャンメイクマーメイドスキンジェル UV の C01 番。はい、この大人気マーメイドスキンジェル UV のシカタイプがついに定番化されます。これは絶対来るなと思ってました。で、SPF50 プラス PA4 プラスなので、もともとね、愛用しているよって方も多いと思います。はい、こちらほんのりグリーンで、程よいハーバル系の香りがついてます。でもすごく薄い香りで、みずみずしいジェルタイプなので、全然がっつり緑っぽくならずに、自然に使えます。こちらは石鹸、洗顔料、ボディーソープでオフ可能。もう歯科成分好きにはたまらないですね、こちら。はい、それでは新作を紹介していきます。なんと、こちらも歯科タイプが登場でございます。オイルブロックミネラルパウダー C01。はい、もともとあるのがこの白いタイプなんですけど、グリーンのパッケージの歯科エキス配合タイプが登場します。中身のパフとかは一緒です。で、もともとあるタイプは真っ白い、白いお粉なんですけど、新色の方はこんな感じのグリーンになってます。こちらが SPF16PA2+ で、ミネラル成分 95% 設計、皮脂崩れを防止、そして修正するルースパウダーです。これも洗顔料石鹸でオフできます。顔にのせていきます。で、こちら香りは一切ないです。この辺半分塗ってみたんですけど、ほんのりグリーンなので、しっかり赤みを抑えるという感じはないんですけど、ちょびっとトーンアップする感じ。はい、そして次こちら、キャンメイクアイバッグコンシーラーの01と02です。ペンシルタイプのコンシーラーなんですけど、ふっくり生まれつき風涙袋を作る細芯のコンシーラーです。ウォータープルーフタイプで、こちらが5月下旬限定発売です。こんな感じで先端の太さは 3mm です。こちらが01のイエローベージュ、こちらが02のピンクベージュ。書いて直後はぼかしやすいんですけど、しばらく経つと密着して擦れにも強いです。はい、そしたらまず01を使っていきます。結構柔らかくて、本当に太めのクリーミータッチライナーで描いてる感触。これね、すっごい自然でめっちゃいいのよ。で、反対側02使っていきます。ラメもパールも入ってないので、本当に一番自然な仕上がり。これは絶対売れるわ。で、しかもこれウォータークレンジングでこすってるんですけど、かなり落ちにくいです。本当にクリーミータッチライナーのベージュ版って感じ。はい、そして次がこちらです。キャンメイクグロウフルールチークスかっこブレンドタイプ B01 コットンコーラルと B02 ローズバレリーナです。これね、めっちゃ可愛い。5月下旬限定発売なんですけど、ここ絶対定番化してほしいっていうぐらい、もうすでにめちゃめちゃ気に入ってます。ちなみにこれが定番タイプのグロウフルールチークス16番なんですけど、ブレンドタイプは結構こうね、パケが違います。定番タイプよりも豪華で、ブラシもサイズアップしてます。これめちゃくちゃ塗りやすい。で、こちらはツヤとマットが一つになって、混ぜ方次第で自分好みの仕上がりを作れる4色チークになっております。こちらの左上と真ん中が
シャイニータイプで、他3つがマットタイプ。マットだけをちょっと塗ってみます。はい、こんな感じで、シャイニータイプを指に取るとこんな感じです。で、2つを混ぜて取るとこうなります。今日はマット目がいいなーって日はこうやって取って、やっぱツヤ感も欲しいってなったらこう足せば簡単にできちゃう。で、このチークの特に02番ローズバレリーナの色味もツヤ感もドンピシャすぎてめっちゃ好き。ハイライトもここだけ取ればもうささっとついでに入れられちゃう。はい、こっちもまずマットタイプだけを塗るとこんな感じで、ツヤを足すとこんな感じ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。5月下旬に定番化されるアイテムと、限定新作の紹介でございました。ぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。